いやーよかったみんなが1位とか何かよりコミさんのこういう心配をしてくれる人たちでよろしく頼むぞ3 2 1さあ始まりましたあ体育祭だって今回 <laughs> いやけどコミさん体育祭目立つだろうねまた。 走るだけであれじゃない全学年の人からさ、注目されちゃうんじゃないのうーん。いや、小美さん最近頑張ってはいるけど、こんな体育祭とか大丈夫かいまた、マナーモードになっちゃうんじゃないのバイブモードというか。え 我が神 <laughs> どういうこと <laughs> すごいやる気だけども。で、ここの体育祭とかもあれじゃないもう変なやつばっかりだからさ、すごい特色があるというか、変な体育祭になりそうだよね。だからこっちの、なんだろう、普通の日常ではないような競技とかもあって、まあ、そこら辺がま,また見てるこっちはさ、笑っておかしく見れるようなお話になるのかな。 今回はこの体育祭どれくらいやるんだろう ?30 分いや、A パートくらい使ってきそうなボリュームはあるんじゃないかなって俺は予想してるけども。で、その中でまたただのくんとかが、このコミさんとなんかいい感じのストーリーみたいなのがあるんじゃないかな。で、その中でまあ、ここら辺のね、山井さんとかあがりさんとか、まあ最初から出てきて繋がってきた人たちの、また運動会、運動会じゃねえよ、体育祭の方の活躍見れるのかなと。 ヤマイさんが、俺は今のところこの作品見てる中では一番やべえやつなんだけどね。皆さんはどうですこの中で今結構いろんなほら特徴ある子出てきてるけど、誰が一番やばいと思う俺も本当に結構群を抜いてヤマイさんなんだよねで。やばいからすぐ名前も覚えたし、 俺が小見さんの立場だったら、多分友達にはなってない。いや、なれないよ。あそこまで行っちゃったら。さあ、始まりました。うん。馴染み。いやテンション高い。ああ、体育祭が好きなタイプなんだね。お祭りって言ってるし。けど、体育祭は結構好き嫌い分かれないえ ?39 度2分えどういうこと そんな熱あったらダメでしょ何このキャラなんか煉獄さんみたいなちょっと髪型だけど。うん。いやー、熱そう。いや、スキンシップもあれだし。あー、何でもそういう風に表すの、この人は。うん、クール。 いや死んじゃう、死んじゃう。そんな体温だったら、まあ体温で言ってるわけじゃないんだろうけどね。うん。いやいや、その足を引っ張るとか、小見さんがいたらみんな気合入るんじゃないあはやばい。<laughs> うーん、男子ね。そんな許さないだろうな、あの子の感じとか。うん。で、クラスメートも気合が入って、 コミさんはマナーモードになってえ、えタモリさんみたいな人出てきたぞえ。え ?1 から3年総当たり珍しいね。うん。おー、京都はいる <laughs>。いや、また個性的な感じだね、京都。体操 うーんなるほど、なるほど。体操ってさ、結構学校オリジナルの体操あったりしなかったうちあったんだけどね。うーん。まあ、ここら辺得意なキャラなんだね。ねずのさんは。いやー、アングルナイス。うーん。まあ、最初はね。えあっ 小見さんもしかして。<laughs> やっぱり、てか、もう周りの表情、<laughs> 幸せそうだな。もう、あれだね、体操を見てるだけであれなんだろうね。小見さんの。うん、しかも今、小見さんの後ろちゃっかり病がいたけど。ねえ、はぁ、あ、はあしちゃうんじゃない病さん、こんな綱引きの最中に。<laughs> い,やいや、ほら、ね表情が前の人もおかしいし。いやー、ほらー、やばい。まあ <laughs> いや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 ,いや、倒れないで、引っ張って、引っ張って、うん。敗 <laughs> 因はゴミさんだね。うん、障害物リレー。芸術点どういうことあ、上がりかこの胸は。やっぱり。<laughs> うん、頑張れ、犬。ワンワンしろ。 <laughs> いやすごい <laughs> うーんえ何見てる人たちもそんなあれ持ってんのよくわかんないあーでなかなかさんだっけうん頑張れねそれなー運動音痴にはつらいんだよねうん なんだああこれいやー、これ結構やってみたかったけどね。なかったわ。今まで小中高と運動会で。んああ、小美さんに目がいってる。<laughs> やけくそ。<laughs> うーん。頑張れ。そんなこと言ってないで顔突っ込め。<laughs> あ、で、ラスト、ただのくんなんだ。 頑張る。うーん。な、小美さん、応援してあげて。ね。ちょっと頑張ってみて。うーん、応援したいんだろうね。うーん。いけいけ。なんか小みさんが応援するのを応援しちゃうわ。<laughs> けどできないんだろうな。 いやいや、三半期間弱。<laughs> んなあ,あ、古見さんああいやしかもちゃんと伝わってるっていうね。ただのくこれやるっきゃねえわ。こんな言われた。<laughs> そんな、あれバフかかるの古見 <laughs> さんからのあれで。いや、けどビリよりいいね、3位は。んまた熱の。 <laughs> いや、いいよ。ね <laughs> いいから、それ、いちいち来なくて。あ、後半あるのね。うん。雨ああ。いやあ。採掘の途中で楽しく。うーん。こみまま。ああ。ああ、そうなるのか。まあ、それくらいそっくりなんだね。うーん。 ってことはやっぱお母さんめっちゃ綺麗だね。美人ママ登場って感じだ。いやいや、外に出さないであげて、テントの。めっちゃ雨降ってんのに。うん。ま、小美さん人気もだしね。あ、晴れた。うーん、で、まだ、さらっと戻るのね、お母さん。 ああ、終わり今ので。なんか、ヤマイさんとかがもっとお母さんにもハーハーしたら面白いのに。誰あのメイドは。うーん。男子の上着。いやいや、風せねえだろ。<laughs> いや、本当に。抜けてんの探すしかないね。こうやって。あなんだああ、はじまき。なんでみんなただのくんとこ来るんだよ。 <laughs> いやいや,いやしか貸さないのね靴もああ面白そうこれは、まあ、こういうのいいよねもう体育祭でやる競技なのかとも思うけど <laughs> どういうことあーしかも八巻きあれだね小見さんをみんな取らないようにしてたね聖域的な扱いなのかなえチャンバラボーター誌もう絶対骨折とかする人出るじゃん普通にやってても骨折するのに んーすごいヒートアップして。うーん、クラス対抗頑張れ。ああ、小美さんが入ってる。いや、ニノさんやばい。えー、今まで何だったのよくあるけどね、テレビで。小美さんの頑張りに期待だわ。さあ、始まったよ。 何位でバトンが回ってくるか。ああで、ここで戦いになるんだ。この二人が。いえ、マナーモード。<laughs> うーん、ちょっと遅かったかな。いえいえ、勝手に決めんな。もう心の中は熱いかもしれないじゃん。小見さんは。頑張れ。お山井さんすげー怖え声、ー <laughs> 何もう、気になるわ、さっきからその温度。あ、2になってる。うーん、だから中身熱々なんですよ。あえちょいちょい。予想外の。うーん。いやー。 頑張って。うんみんなの、せ援ん。うーん。いけいけ。いやー、頑張って。うーん。いやーけど、なんか、小美さんばっかりライバル、ライバル視してる今日もあれだけどね。他の人たちもいるんだから。<laughs> いやー、で、なんか、足早いね。小美さん。 いやーほら、これ抜くんじゃないあ、さすがにそれは無理か。うーん。うわあ、けどこういうの嫌だななんか自分のさ、肩に全部乗っかってたのに、こけて負けちゃったかもみたいな。<laughs> いや、何なんこの子、本当に。<laughs> 認められてもそんなに。いやーむしろそしてこっちよ俺は。いやーよかった。みんなが1位とか何かより小見さんのこういう心配をしてくれる人たちだよ <laughs>。ねえ、鼻水すごいよあなた。うーん、本当にね、そこだよね。うん、今のに対してうんって言ったのかな、小見さん。 うーん、おめでとう。<laughs> そういうこと。さあ、来ました。ちょっと苦しいような気持ちです。うん。ああ何嫉妬しちゃうってこと苦しい気持ちって。この二人の関係を見て今の。うーん やっぱりそういうことだ。いや、かわいい。小ミさんに嫉妬されるなんて、ただのく羨ましいんだけど、しかも後ろから見てる。うん、そしてそれに気づいてる。いや、俺が気づいて、もしあれが嫉妬だって分かってたら、すごいあれだけどね。嬉しい、優越感だけどね。うん。うん。なになにみんな。<laughs> どういうことやばい。え 親いやいやすごい書類の量ねこれ委員長としての仕事の量じゃないよねんあ最初に話してた子かなおねみねうんいやーこの子が今回あれか登場することによって古見さんが <laughs> いやちょっと待って <laughs> 馴染みのこれ。 うん。この人結構あれかな常識人なのかなこの学校の人にしては。<笑><笑>ああ、そわそわしてる、ね。それがまた分かっちゃう、たタのタ君うん、そういうことも言わずに。ああ、小さん、自分のポジションを奪われる。 ねさんにえ <laughs> そういうふうに見えんの周りから見たら先生がうんあそれで <laughs> むしろいじめられてるのは先生にってことなの <laughs> やばいだろそれうん ああ、いい人だ。うん。え、今まで出てきた人の中でもかなりあれだね。まともだね。この学校で。え、今度は、うん。いじめから。うん。ああ、そういう風に見えるんだ。この人には。<laughs> ちょっと、今止まったよ。何 睨まれるのが好き。いや、理解やっても困るわ、むしろ。うーん。そうそう。ちょっと時々ね、プルプルしちゃうだけだからね。うーん、持ち上げられてる。いやー、おねみねさんのちょっと小みさんに対するあれ変えたいね。 いい人そうなんだけどね古見さんに対してだけの評価があれだね <laughs> また <laughs> すごいうんあそれで何話してみようとああおねみねさんの方が思ってんのか <laughs> いやいなくなっちゃった <laughs> はぐれメタルだ <laughs> やばいね <laughs> もう遭遇できないっていう逃げちゃうっていう放課後 うーん。いやー。うーん。いやけど、そうするとまた小美さんがあれなんだけど、おら、隣にいるのに、のー、ただのそれは違うぞ。そこは、一緒にやって、いやー。あー、なんか悲しい。 いやーただのー、気づけよう。うんっ。ああ。自分から一歩踏み出してきたね、小見さん。うーん。ああ、もう出た。これ、そしてフンスフンスしちゃう感じ。<laughs> かわいいわ。うーん、何気、距離が近い。 うん。うんなんかいろいろ察してくれた気使ってくれたんじゃない二人きりにして。うん。できる人や。本当お姉さんだわ。次の日。ん今のは別に関係ないのああ、やっぱ待ってたのかな いやーなんだ、なんだ、なんか対応変わってくるか今までと。ああ、偉い。これもう書いて用意してたのかなえ何、何 <laughs> なになになに、何ああ、もう自分の印象と全然違ったからかな。うーん。やっぱり、そこら辺ちゃんと。あははは。 だからやっぱ古見さんは今自分でそんな意識してないけどやっぱ只野くんのこと好きなんだろうねあの距離感といいうーんお分かりいただけただろうか山井 <laughs> さんがいたってことさっきのあのシーンにああプリントシールプリクラのことかな行きたいんだろう多分うーん <laughs> 来た。猫耳。え馴染み、お前も行くのこれ <laughs> だから馴染みって。ダセーんだけど。あ、やっぱプリクラだ。あーもういい、もういい、お前は来なくて。激盛り。<laughs> だからみんなあるのね。プリクラに関する二つなが。 ねえ、今のプリクラってさ、気持ち悪くないまあみんなあれがな、普通になっちゃってんのかもしんないけど、もう別人じゃん。何が楽しいのか俺わかんないんだよね。なんであんな目を大きくすんのあそこまで大きくしなくてもさ、普通にあれじゃん。美白してくれるからそれで十分だと思うんだけど。 <laughs> そんなにあこれだよこれこれはいらない機能だと思うんだよねこの機能のせいでみんななんか美的感覚とか狂ってきてる気がするんだ今時のあれそんなことないかな <laughs> そんな話してる場合じゃないからもっと違う風に見ろとうーんいやゴ見さん頑張れいやただるくん頑張ってるね うん、小美さん行けいやー、一生全部 <laughs> まあ、けど、それでもね、取れてよかったね。んなになになんか変なのあったそんなに。山 <laughs> 井さん的には、もう、プリクラ手に入れられて最高だな。んああいやー、書いてたんだ。みんなありがとうって。 いやもうこういうのがあれだよな。古見さん、いいよな。うん。欲しいの欲しいんじゃないたなんくん。取ってあげるべきなんじゃないうん、これもう持ってきてるパターンだわ。あー、3日経ってる。プレゼントするでしょ。きたきたきた。 ーー <laughs> <No> <laughs> うほら。反応。うん。いや、これで黒だったとか、そういうちゃんやめてよ。<laughs> もう手、そんなに、周りから目立つよ。何やってんだ、みたいな。おえどういうこと え <laughs> 黒が欲しかったのやっぱりそういうこと自分で取っちゃったんだ、しかも。うん。まあ、けど、こうなったら欲しいよね。ただのくんがさ。ああ。えー、交換なの最高の提案なんだけど、それ。要は小見さんが今まで持ってたやつ。えー、しかも何この交換の仕方。ね、ああ、見られたくないやつ。うーん。 微笑ましいわ。<laughs> カバンの外にはつけれないのね。いや、もうめっちゃ青春じゃん。今のキーホルダーの話すごい良かったな。あれこんなエンディングだったっけ俺いつも喋っててあれだわ。よくわかってないわ。えこんなだった んここに来て変わんないかいや、俺のあれだね。勘違いだね。<laughs> いや、本当にいつも喋ってっから分かんないんだよね。ああ、いつも通りかな。で、<laughs> ごめんなさい。だいぶ時間あれだったけども。あの、前半の方のね、体育祭も体育祭で、やっぱこの学生生活って言ったらね、やっぱ外せないイベントだから、今回そういうのがね、こ見さんので見れてよかったっすね。 やっぱ古見さんはあれだねあの最後のリレーとかね残念だったけどもみんなに愛されてるんだねそれが分かってよかったなでまあ後半のあの「プリクラ」のお話の流れのやっぱ山井さん出てきちゃうっていうねやっぱ山井さん俺気持ち悪いと思ってるけど自分の中ではやっぱああやって出てきてくれると盛り上がるからいいねうんうんまだあった何だ うん。んあキホルダーの流れまだ。いや嬉しそう。<laughs> もうめっちゃかわいいわ。 ああ見られたくないやつ <laughs> お母さんちょっとほえますそうに見てるけどまああの娘さんが気づいてならいいんだよコミさんがケラあれ気づかれたら一番恥ずかしいやつだよね母親とかにさ見られるって <laughs> はいというわけでね、えー、今回コミさんでコミショーです見させていただいたんですけども、えー、皆さんの今のエピソードに立つ感想だったり僕の歴史に立つコメントお待ちしております以上動画を2つご紹介しましたバイバイ